間動くってこと。これが MCT パウダーですね。炭水化物を取らない代わりに、まあ、エネルギー中鎖脂肪酸です。ゆっくりとエネルギーになるってことですね。これこのまま食べてもいいってことなんですけど、飲み物に混ぜてみてください。ちょっとやります。中鎖脂肪酸を入れてコーヒーに入れる。炭水化物取らないとやっぱお腹減るんですよね。これでエネルギー取れる体になればいいんですけどね。どうだろうか。なんかミルクティーみたいになりましたね、これ。ミルクティーみたい。